ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールリアルガ VS パルキア VS ダークライ劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールリアルガ VS パルキア VS ダークライは2007年7月14日から東方系で公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第10作の記念作品であるタイトルは当初 ディアルガ VS パルキアと発表されたが、後に本作で初好評となる幻のポケモンダークライが加わり、ディアルガ VS パルキア VS ダークライが正式タイトルと発表される。主役ポケモンでストーリーの鍵を握るダークライの声優には俳優の石坂浩二が起用された。主役ポケモンの声優を特別ゲストが務めるのは劇場版ポケットモンスター決勝等の帝王。 園庭に登場した園庭の声優として、俳優の竹中直人が採用されて以来である。本作から2009年公開のアルセウス彫刻の軸上までの3作品は、神々の戦い3部作とされており、すべて物語が直接つながっている。予告 CM には、ピジョットに乗るサトシが登場していたが、そのようなシーンは本編には存在しない。作品の舞台となるアラモスタウンは、 スペインのアンダルシア州ウロンダとバルセロナがモデルである。時系列は DP の第38話から第50話以前までである。本編の最後に流される次回作の予告は、前作までは来年公開決定。など文字が出るだけのものであったが、今作では映像としてレジギガスらしき姿が次回作に登場するポケモンとして映し出された。 特別前売り券の販売は4月21日から映画公開前日までであった。劇場版第10作の記念として毎年恒例の劇場版前売り券と引き換えられるポケモンはこれまでの劇場版でメインとなったポケモンの中から公式サイトでの事前の人気投票1位となったものが配布されることになった。その結果一位となったデオキシスが6月23日。 以降に配布された。日本映画の前売り券としては、売り上げ最高記録となる200万枚の売り上げを記録し、公開前の時点で、興行収入20億円突破が確定した。また、これとは別に映画館のスクリーンでは、DS のワイヤレス通信によりがアクライが配布された。DS のワイヤレス通信で、初めて映画に登場するポケモンが配布された作品でもある。 このワイヤレス通信でダークライを最初に受け取ったのは公式上中川翔子になっている。本編の開始前と終了後にダークライの受け取り方と注意のショートアニメが上映され、その時にアースがナビゲートした。本映画と同じく7月14日に公開された最遊記がポケモンと同じ年齢層をターゲットにしており、上映関数もプロモーション数も 圧倒的に上回っていたため苦戦を強いられるのでは、と言われていたが、公開発週の週末だけで、最有機に動員数40万人以上の差をつけ、堂々の1位となり、歴代シリーズで初めて、日本週末興行収入1位を記録した作品となった。ダークライは、新月の夜に現れるという設定だが、くしくも公開日となった7月14日は、新月であった。 映画館では入場者プレゼントとして、上実のダークライト、同じ技、道具を持った、ダークライのポケモンカードが配布された。また、各映画館や、ポケモンセンターで、歴代映画の主役ポケモンが描かれた、ポケモンカード、映画10周年記念プレミアムシートが発売された。本作から、TV シリーズネット局に加え、上映映画館も、プロモーション協力としてクレジットされた。 順番はチェーンに関係なく、北から南へ列挙している。工業収入は50億2000万円。50億円を突破したのは、劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆弾以来となり、同年の年間放画ランキングでは2位の成績を記録した。今作のみ、タイトルテーマの曲が、今までのおなじみの曲ではなかった。塗り絵コンテストの映像は、ピカチュウたちが、 歴代の同時上映短編映画の舞台で動き回る映像である。アメリカでは2008年2月24日にカートゥーンネットワークで放映。台湾では2008年4月4日に決戦時空の塔というメインタイトルを付与されシネマ、放映された。光のポケモンコンテスト挑戦のため断崖の街、アラモスタウンを訪れたサトシたち。しかし、街では 100年前の天才建築家、ゴーディにより設計された庭園が何者かに荒らされる、事件が起きるなど、街全体で異変が続いていた。犯人として疑われるポケモンダークライ。その頃、街の象徴である、時空の塔で、街の異変を調査していたトニオは、ゴーディの日記に記された予言を読み、神と呼ばれしポケモンリアルガと、パルキアにまつわる悪夢が街に近づいていることに、気づく。 詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。月刊コロ,コロコロコミック4月号から7月号にかけて、高見咲良による漫画が連載された。ありがとうございます。